話し方に癖のある営業マンは本当に多いです。しかし、トップセールスを目指すなら、ここは頑張りどころ。なぜなら、人は、こんにちは。株式会社即決営業、営業コンサルタントの江本です。日々の営業活動お疲れ様です。あなたは今、お客様の購買意欲に火をつけることができず、悶々としていませんか？今回は、価格の安さをアピールしてもなかなか決まらない、商品の性能を押してもなんだかんだ理由をつけて断られる、デザイン性の高さを強調しても購入の決め手にならない、一体何を伝えれば買ってくれるの？とお悩みのあなたにぴったりの内容です。今回のテーマはズバリ、ホイラーの法則を活かした営業テクニック5つ。ホイラーの法則とは、アメリカの営業コンサルタント、エルマー・ホイラー氏が提唱した商品を売るための法則。今回の動画を最後までご視聴いただければ、ホイラーの法則をフル活用して効率的に成績を上げることができますよ。ぜひ、ホイラーの法則をマスターして、お客様を商品の虜にしてしまいましょう。それでは早速スタートします。即決営業。ホイラーの法則を活かした営業テクニック。その1。魅力を売る。まず商品で売り込むべきなのは魅力です。突然ですが、ステーキの魅力といえばどういうものを思いつきますか？例えば、肉のブランドや価格、量などいくつかの魅力が思い浮かびますね。しかし、ステーキを売るときに最も大事なのは、ブランドや価格よりも前にシズルを売ること。シズルとは、肉が焼ける時のジュージューという音のことです。ステーキを売るなら、肉そのものよりも、肉を焼く時のジュージューという美味しそうな音をアピールします。あなたが商品を売る時も、実は同じです。商品そのものではなく、商品の魅力を売るという意識を持ちましょう。商品そのものを売ろうとして、つい難しい専門用語を使ったり、理論的に説明したりなど、お客様の感情に訴えることを忘れてしまう営業マンは少なくありません。しかし、お客様に商品の魅力を伝えるには、音や匂いを用いて五感に訴えかける方が圧倒的に伝わりやすくなります。商品を五感でイメージできる音や匂いを意識して商品の魅力を最大限に伝えましょう。ホイラーの法則を活かした営業テクニック、その2。手に取ってもらう。商品の素晴らしさを知ってもらう手段として言葉のみで伝えるのではなく、商品を実際に目の前で使ってみせたり、お客様に触ってもらったりして、商品を手に入れた時の感覚を体験してもらいましょう。大事な人の誕生日に、誕生日おめでとうと言葉だけで伝えるのは十分に素晴らしいことです。しかし、花束を持って、お誕生日おめでとうと伝えれば、相手により強くお祝いの気持ちが伝わります。言葉だけで商品をアピールするのも決して悪いことではありませんが、情報や結論をしっかりとアピールした上で実際に使ってもらうとより印象が良くなりますし、具体的に商品の魅力が伝わります。包丁ならば実際に切ってみせたり、コスメ商品なら実際に使ってもらったりなど、できる限り実演を交えるようにしましょう。ホイラーの法則を活かした営業テクニック、その3。キャッチコピーを使う。商品をよく観察してお客様の心を動かすキャッチコピーを考えましょう。営業は最初の10秒が勝負とよく言われます。どんなに重要な内容でも話が長くなるほど聞き流されてしまう確率が上がるのです。お客様は序盤のわずかな情報だけで商品の価値を判断します。これを逆手に取り、トークのつかみとして印象に残るキャッチフレーズを使うのです。例えば、先ほどのステーキならば、腹ペコでいきなりジューと焼いて食べるステーキです。女性でも 300g 以上の厚切り肉をペロリと食べれますよ。など、商品の魅力を短い言葉で表現すると、お客様は聞き入れやすくなります。日頃から言い回しを短くしたり、インパクトのある言葉に置き換えたりなど、キャッチーな表現を意識しながら生活してみてください。ゲーム感覚で楽しみながら営業力を鍛えられますよ。ホイラーの法則を活かした営業テクニック。その4。魅力的な声で話す。営業成績を左右する大事な要素の一つが、実は、
声。お客様と会話をするときは声のトーンや大きさを普段以上に意識しましょう。夢中で商品の話をしているといつの間にか声のトーンが低くなっていたり、お客様に痛いところをつつかれて声が小さくなってしまったりと、話し方に癖のある営業マンは本当に多いです。しかしトップセールスを目指すならここは頑張りどころ。なぜなら人はメラビアンの法則によって話の中身よりも声のトーンや身振り手振りといった視覚や聴覚からの情報を優先的に受け取るから、どんなに素晴らしいセールストークでも声が小さくて聞き取りにくかったり、トーンが低すぎてお客様を怖がらせたりしては台無しです。話し方や声のトーンにも注目して、あなたのセールストークをしっかりとお客様の心に届けましょう。ホイラーの法則を活かした営業テクニック、その5。どちらかを選んでもらう。もし買っていただけるならば、といったように、買うか買わないかで選択肢を意識させるのではなく、買う前提でどちらを選びますか？という質問にします。複数の商品を売り込むときは、必ずどちらが好みかをお客様に選んでもらいましょう。大切なのは買う買わないの選択肢を意識させないことです。お客様に好みを選んでもらうことによって買うことが決まっていることが前提で話を進めることができます。さらにこのテクニックはアポ取りにも有効です。もしアポが取れるなら何日ですか？というもしもの質問よりも、明日と明後日ならどちらがいいですか？と質問する方が成約率は上がりますよ。ぜひ実践してみてください。即決営業。それでは今回のまとめです。今回はホイラーの法則を活かした営業テクニック5つをご紹介しました。実はホイラーの法則は1930年代に発表されたものであり、決して最新のテクニックというわけではありません。しかし現代でも多くの有名企業が使っている営業法則の一つです。伸び悩んでいる営業マンはぜひホイラーの法則を取り入れましょう。きっと今まで以上の成果を出せますよ。成果が出ればあなたも営業マンとして自信を持つことができます。どのテクニックも簡単で再現性の高いものばかりですので、一つずつ着実に身につけて営業力アップを目指しましょう。我々株式会社即決営業では YouTube 以外でも様々な形で営業マンの方にお力添えをしております。営業に関する具体的な技術を知ってもっと売り上げを上げたいという方は、この動画が終わったらすぐに即決営業の公式 LINE に登録をしてください。即決営業公式 LINE に登録すると、あなたの営業力が上がる3つのプレゼントがゲットできます。また東京大阪ウェブで即決営業無料体験セミナーを行っておりますので、ぜひご参加ください。公式 LINE、 体験セミナーともに詳細は概要欄にありますので、ぜひチェックしてくださいね。本日は以上になります。株式会社即決営業営業コンサルタントの榎本でした。ありがとうございました。この下の概要欄から公式 LINE に登録してください。あなたの契約率が大幅に上がる3つのプレゼントが無料でもらえます。今すぐ下の概要欄から公式 LINE に登録して3つのプレゼントを手に入れてください。